一番初めはその娘と一緒に遊ぶつもりで一体だけお迎えしたんですけど、でもうずっとこの子だけに着せていこうって思ってたんですけども、やっぱり欲が始めていくうちに欲が出てしまって、いろんな髪型の子が欲しいなと思って、あれよと増えていって、気づいたらもう40体になってました。やってみたい職業っていっぱいあって、カフェやってみたかったりとか、あとはパン屋さんやってみたいなとか、あとはこういったそのお洋服作ってるミシンだったりとか、トルソーが置いてあるようなシチュエーションをにこう働いてみたい、ファッションデザイナーになってみたいとか、だから自分がこうやりたいことを、でももちろん現実はそんないくつもたくさんお仕事できないし、まあ子供もいますしできないけれども、っていうのをそのお人形の世界で自分のやりたいことをやる、再現するっていうような楽しみ方を私はしてます。